どうもこんにちは、俊二です。今日はこちら、じゃじゃーん、トミカ幕末コレクションの沖田総司トミカ日産フェアレディ Z とトミカチケットキャンペーン2018でもらいましたトヨタ 2000GT とトミカワールドトラックの2台、あと僕がすごいお世話になった方がいて、その人用に、カスタムペイントしました。こちらトヨタクラウンアスリート、こっちはね2台作りました。あとトヨタクラウンパトロールカーですね。まだ最後の組み立てまでしてないんで、それ組み立てて、今日はねご紹介したいと思います。まずはトミカチケットキャンペーン2018トミカワールドトラックから見ていきます。箱はねこんな感じになってますね。じゃ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 ーん、運転席が赤色の日のレンジャー出てきました。この辺のヘッドライトとかウインカー、綺麗にね塗装されてますね。横はこんな感じ。荷台のところにはトミカワールドと書かれてて、わあかわいいね、街が書かれてますね。ホイールはノーマル形状のホイールになってて、後ろにはね大きくトミカワールドって書かれてます。この辺もかわいいですね、綺麗だな。反対側のサイドはこんな感じで、屋根にはねドリーム&イマジネーションって書かれてますはい、底面はこんな感じになってます。まず1台目はトミカワールドトラックでした。次はトヨタ 2000GT を見ていきます。アクションにサスペンション、左右ドア開閉機能がついてますね。箱はこんな感じです。じゃ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 ーん、出てきました。これもうマクドナルドカラーですねあーかっこいいですね、かわいいんですよねこの形が。ホイールはスポーツタイプに、ゴールドのメッキがくるっと巻かれてますね。アクションにドア開閉機能がついてて、中がよく見えるようになってますね。黒色になってます。はい、くるくるっと回しょー、後ろのテールすごい綺麗すごい綺麗に塗られてますね。センター出しマフラーですね。はい、くるっと回して反対側のサイドはこんな感じで、白色に黄色と赤色、もうこれマクドナルドのカラーとしか言いようがないですけど、かわいいです。はい、側面はこんな、おーテカテカですね側面。はい、最後にアクションにサスペンション機能がついてます。はい、こちらトヨタ 2000GT でした。では次、トミカ幕末コレクション沖田総司トミカ日産フェアリディ Z を見ていきます。箱はこんな感じですね。じゃ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 ーん、出てきました、水色水色のフェアリディ Z、 かっこいいですね。はい、前から見ていきます。ヘッドライトが塗装されてて、ボンネットにはねかっこいい誠って感じが書かれてますね。はい、横はこんな感じになってて、ホイールはノーマル形状ですね。アウターハンドルがシルバーに塗装されてて、アクションにドア開閉機能がついてます。室内は黒色になってますね。くるっと回して、テール、ハイマウントが、塗装されてて、真ん中にはね、日産のエンブレムが書かれてます。はい、反対側のサイドはこんな感じで、上から見るとこちら。フロントガラスの、上の方ですね、ここには、一番隊組長と書かれてますね。かっこいい。で、底面はこんな感じになってて、アクションにサスペンション機能がついてます。起きた掃除とみく、かっこいい。この横の、白いギザギザで新選組って分かりますもんね。あーすごいなちょっとね、トミカの方、僕が塗ったのと見比べたいんで、これ置いときまして、箱だけ閉じて、このトミカ幕末コレクション、ここですね、ここに入れたいと思います。開けて、これ白いのをねどけて、ここにねセットしますね。ガジーン、
箱を直します。さあセットされました。いきますね。じゃじゃーん。おお、かっこ2代目。あー、これ集めていくとかなりテンション上がりますね。嬉しい。それでは僕がカスタムペイントしましたこちらの3台を見ていきます。まず1台目はトヨタクラウンパトロールカーを見ていきます。じゃじゃーん、出てきました。それでは早速ね、組んでいきます。中のシートですね、シートをセットして、でこの上にボディをセットします。ウィーン、ガジーン。後でね、シャーシとボディは、引っ付けたいと思います。それでは見ていきますね。新選組カラーのパトカーですね。はい、この辺はね、全部ね、マスキングでいきました。ちっちゃいんでかなり苦労したんですけど、くるくると回して、ここね、どうしようかなって悩んだんですけど、マスキングでいったんですけど、思ってたよりは綺麗に仕上がりましたね。はい、ホイールはねノーマル形状になってて、アクションにサスペンション機能ついてます。はい、くるくるくると回して、後ろはこんな感じ。あー、かっこいいですね。僕結構ねこのカラーのパトカー気に入ってるんですよね。はい、屋根にはパトランプがついてます。力を入れたところなんですけど、ステッカー屋さんにこのねフェアレディ Z と同じ誠って感じね頼んだんですけど、シールのね厚みが厚くてね、段差がねちょっと出ちゃってかっこ悪くなっちゃいましたね。もっとね透明のところが薄いイメージしてたんですけど、かなり分厚くなっちゃいました。ボンネットね見比べるとこんな感じです。あ、なんかちょっと違う、近いんですけどね、ちょっと違うな。やっぱりカラーはね、僕携帯でこのトミカを見ながら、色を作ったんですけど、結構近い色できましたね。パトカー頼まれてなかったんですけど、ちょっとねこれ遊び心でね作ったんですけど、あ、結構ね面白いのができました。では次はトヨタクラウンアスリート、のツヤありバージョンですね。ツヤありバージョンにしたのがこちらです。じゃじゃん。まだ組めてないんで組んでいきますね。はい、シャーシの上にこの白色のシートですね、シートをセットして、この上に僕が塗ってきましたボディをセット、ガジーン。はい、最後にフロントグリルをセットします。はい、セットしてグサ、これで完成です。じゃじゃーん、どうですか。水色に横はギザギザがあります。白色のギザギザ作っちゃいました。ホイールはノーマル形状で、アクションにサスペンション機能がついてますね。はい、くるくるっと回して、後ろねテールなんかもマスキングでしました。あとねトヨタのエンブレムちっちゃかったんですけど、ここもねマスキングでいきました。はい、反対側のサイドはこんな感じですね。上から見るとこんな感じです。起きた掃除トミカと比べるとこんな感じ。あー、もうちょっと白くてもよかったかなって感じですね。でパトカーで、シールの方貼ったら失敗したんで、これは貼るのやめました。横から見るとこんな感じになってますね。ちなみにピンククラウンアスリートと並べるとこんな感じになってます。すごい派手派手ですね。ピンクグラムも派手ですが、負けてないぐらい派手になっちゃいましたね。で最後お願いされてた艶消しのねトミカですね。それがこちらになります。じゃじゃん。はい、ではシャーシにシートをセットして、上にこのボディをセットします。ガジーン。フロントグリルはちょっとね先に組んじゃったんですが、こちら、さっきのツヤ消しバージョンのグランアスリートになります。かっこいいですね。ツヤ消しがね思った以上によく似合ってます。はい、後ろはこんな感じで、後ろ、作りはねさっきと同じですね。このトヨタのエンブレムとかも、マスキングでいきました。はい、くるっと回して反対側のサイドはこんな感じになってまして、上から見るとこんな感じになってますね。もう全くツヤがないです。全部のツヤがないですね。起きた掃除トミカと比べると形違いますけどね。はい、こんな感じになってます。
ほんと全然ツヤないです。でツヤありのグランアスリートと並べるとこちらですね。じゃじゃん、すごいこうやって見ると面白いですね。まだねクリアを塗ってない時のがツヤがありましたね。はい、横はねこんな感じになってます。かっこいいですね。やっぱツヤなしかっこいいですね。はい、今回はトミカチケットキャンペーンでもらったトミカ、あとトミカ幕末コレクションにカスタムペイントしたトミカをご紹介しました。それでは今回はこの辺で、じゃあまたね、バイバーイ。